こんにちは。こんにちは、尾上です。尾上瑞希です。こんにちは、こんにちはです。ちょっとだけ髪が歪んでるのが気になるな。皆様こんにちは、尾上です。お久しぶり、お久しぶりじゃないか、お久しぶりかな。正解です。今日はですね、京都に来てます。お友達と京都旅行ですちょっとさ、私も初めての旅行あんましたことなくて、お友達がちょうど大学卒業のタイミングで卒業旅行みたいな感じでございます。ございます。今日はね、大阪から京都に移動してきまして、昨日配信したかったんだけど、ちょっとできる状況じゃなくてさ、すいません。いいでしょう、めっちゃいろんなもの食べてるよ。めっちゃいろいろ食べてて、あ、ポモありがとうございます。大好きさんありがとう。ブリントさんもありがとうございます。目がずっと右目痛い今日。けんせいときこさんもありがとうございますありがとうございます。皆様、あばら86さんもポモありがとう。今日寒いよ、めっちゃ普通に寒い京都ですけど、今日は寒いっす。それで今日はね、いっぱい美味しいものを食べました。美味しいものを食べて、美味しいものを食べました。何食べたっけ、あ、髪がピョーンってなった。グリコに行ったの。初めてグリコ見た。で、私の一緒に来てるお友達は目の前で寝てます。寝てないですか？寝て、あれしてます。明日のプランを立ててくれてます私が配信中にプランを立ててくれてる。明日ので、今日今から行く温泉とかもう探してくれてるところです。寝てはないんだけどね、多分ね。今日はね、本当にあっという間だったな。あれ、ピョンってなってる。ちょっと待って。よいしょ。あれ、優しいんですわ、優しいんですよ、私のお友達。ちょっとうるさいですけどね。ちょっとうるさいですけど、優しいです。でもイヤホンつけてるから私の話聞こえてない。大阪ではね、食べてしかないね、ほんと。いっぱい食べたの、失敗した、まあいいか。いっぱい食べたんですけど、私が一番美味しかったのは、たこ焼き、めっちゃ美味しかった。たこ焼きも美味しかったけど、なんか人生で初めて食べたものがあってあゆみさまさんありがとうございます。なんだっけ、どて煮っていうんですか、どて煮っていうのを食べたんです。初めて、美味しかった。どて煮、どて煮っていうのめっちゃ美味しくて、どて煮のファンになって、昨日もどて煮を食べて、今日もどて煮を食べました。たこ焼きも食べた。たこ焼きはね、2種類食べたかな。2種類食べて、1個は普通のっていうか、まあ普通のか、普通ので、もう1個はなんか足が出とるやつ、タコの足がピョンって出とる、なんかめっちゃ美味しいたこ焼きでした。めっちゃ美味しかった。で、私が今どうしてこの髪型になったかっていう話をすると、本当にね、最悪なんですけど、これ髪取るとびっくりしちゃう。本当にもう嫌いなっちゃう。見てよ、見て、このバッサバサの、これ何だか分かりますか皆さん。
これわかります？もう嫌だよ、ほんと。見て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 、ほら見て、カピカピなの。これね、多分だけど、なんか見て、ほらカチカチなの、カピカピになっちゃったの。これね、食べ歩きしよるときに、多分ね、知らん人のね、多分これみたらし団子なんですけど、みたらし団子が当たっちゃって、髪にビチョーって髪にくっついて、そう、それでこうなりました。でもさ、もうさ、髪がさ、もう傷んでしまってカチカチに固まってしまっとるっちゃん。でも仕方ないけんか、まあ、旅行中やけんさ、怒りはせんけどさ、あのテンション低くなってもさ嫌やけんさ、あ、もういっかーとか思ってこうやってしてこうしてるんだけど、なんか見れば見るほど嫌になっちゃうの。だってカピカピなんだよ、私の髪今。そう、けどはいいと、旅行中やけんね、気にせんとこうと思って、今こういう髪にしてのプロブレムっていう状況です。みたらし団子も食べたいよ、美味しかった。マントメガネさんもポポありがとうございます。もうみたらし団子食べ、そう、みたらし団子食べてた。ショックだよ、普通に。もうショックだよ、そりゃびっくりだよ。また汚い、ヘアアイロン買おうかなと思ってて、聞いて、ヘアアイロンを買おうかなと思ったんですよ。なんかね、リファのねピンクの新しいのが出たらしくて、可愛いけんピンク買おうかなと思って。もう汚いやろ、配信でしょっちゅう出てくるじゃん。配信でこうよくつかみとくから、みんな見とって可愛いのがいいじゃん、きっと。そうでもない？そんな気にしとらん、私の配信で、私のヘアアイロンなんて。いやでも汚っ、臭くはない。そう、リファのねヘアアイロンにしよっかなと思って、ピンクのが出た、そう、ニューモデル、そう、出てるんだよ。それを買おうかなと思って。え、マジでかっこいいドライヤー買いました。いいな、ドライヤー。私もね、買おうかなって思ったりしてはいるんだけど、なかなか買ってない。臭くないよ、マジで。によって、ちょっとリリちゃんに嗅がしてみる。リリちゃん今ね、イヤホンつけとるけ聞こえんばい、私の声。サトシさん、ポポーありがとうございます。はい、テンション。今日はここのホテルにあと2泊するの。嗅ぎたい？いいよ、嗅いで、いい匂いするけ。あの、あ、危ない危ない。今日はここに2泊して、明日、明後日、京都です。京都ドス、京都ドスへ。旅行中なんですよ。楽しい、本当にめっちゃ楽しい。やめる。いいな、怪我してないし、ちょっと恥ずかしいけんね、長崎弁でなんか、なんなんさーとか言ったら、天気良くてよかった。でもやっぱまだちょっと寒いですよね。3月の中旬の気温じゃないよ。そう、ご飯は今、お昼はね、12時とか1時ぐらいまで大阪で食べ歩きしよって、道頓堀に行ったの。道頓堀でいろいろ食べました。時計してはるなぁ、ね、気をつけてね。なそれ、時計しとらんもん。見えます、なんか時計があって言うけん、その時は川に飛び込む。そういうの流行ってるの？飛び込んどらんし、飛び込みよる人もおらんやったよ。京都はね、さっき到着してホテルすぐそのまま来たけん、まだね京都は楽しんどらんちゃん。え、京都にいるの、エビ様さん。どこどこにおるん。そうなんだ。同じ空気吸ってるやんか。あ、そう、私もそれ思ったのよ。京都は明日行くけど、おしゃれだ。嬉しい、かわいいやろ。
それでなんか意外と、あ、釜飯、どこ釜飯、なんかそう、京都って意外となんかこれっていう食べ物ないんだ、ないんかな、意外と。あ、すごい、何これ、なんか出てきたんだけど、今キウイだって。そう、皆さん、あの皆さんのところにも表示されてるのかな、めちゃくちゃ悩んだんだけど、いいっていうか、あの今ねイベントにチャレンジしてます。今イベントにチャレンジしてて、あのテレビ番組のリポーターなんですけど、そうやりたいなと思って。リポーターですもんね、アシスタントリポーター TBS、 そうにチャレンジしてますので、そう、よかったら応援よろしくお願いします。このさタイミングで配信できんと時もあってさ、昨日と一昨日、もう昨日一昨日から始まってるイベントだからすごい迷ったんですけど、なんかイベントのページ見てて、なさす、なんかこのこれほどいいのなさそうだなと思って。リポーターね、私ずっと結構ちっちゃい時から言ってて、リポーターやりたいっていうの、そう言ってて、小学生の時の小学校の担任の先生に給食の時言ってたな、リポーターになりたいって言ったら、食リポしてみてって先生に言われて、あたふたしたね、懐かしい。そう、ちょっと出遅れちゃったんだけど、今日から頑張りたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。いろんな人に見つけてもらえるといいな。イベント中、配信始めたばっかだし、え、フォローしてくれよる、いっぱいありがとうございます。尾上って言います、23歳です、よろしくお願いします。俺にインタビューしてみて、え、俺に、え、インタビューは、インタビューはですか、リポーターやと水木牛で見切れに行かないとリポーターやりたいのよ、一回もやったことない、そういう系の、そういう系のぶりをやったことないですね。そもそもあんまテレビ系はテレビに出たことないよね、あんまね、私ある、あるっけ、ないですよね。そう、チャンスはどんどん自分から掴みに行こうっていう気持ちで応募しました。よかったら応援よろしくお願いします。わ、嬉しい、お邪魔しました、ありがとうございます。わ、嬉しい、いっぱいポポありがとうございます。尾上って言います。そうだよ、食レポもやってみたい。なんか明るいだけが取り柄なんでなんか明るさ、自分の明るさとおしゃべりが大好きだから生かしたいなっていう気持ちでございます。挑戦してみたいと思います。頑張るばい、いやー、しゃくれぽ、こういうこと、おみぴぴです、こんにちは、おみぴぴです、こんにちは、ヨーマイクさん、ポポありがとう、エビサマさんもかわいい、ありがとうございます、かわいい。もうずっと右目が痛いっちゃ、もうコンタクトつけてんだけど、一回外してみようかしら。1位と特別審査賞1、2名か。え、そうなんよ、旅行がもう先に決まってたからさ、なかなかあれやったけど、ちょっとどっちも頑張ってみようと思ってどっちも頑張るとは合ってないのかな、なんか汚れてんのかな、コンタクト。これワンデーじゃなくてさ、あれなんですよ、あのマンスリーですか、そう1ヶ月で交代する、でも洗わんといけんやつやけんさ、そうなんよ。グーグー、ありがとうございます、ピンク亀尾さん、みてらし団子なんでつけられたやろ、もう悲しい。あ、こんにちは、お久しぶりですか、
え、嬉しい、美人さんってもうありがとうございます。今日今の時期は花粉とか、あー花粉もね、花粉とかもあるよね。私花粉症じゃないけんさ、そんななんか花粉あれしてないけど、よく言ってる周りの人たち。え、そう、わからんと、お水木 FC、 あ、お水木 FC っていうのは私が名前つけたんだ。ファンクラ、ファンクラブみたいな感じ。ファンレベルが10になったらお水木 FC に入れるのかなみたいな感じ。寝言かーい。あきさんフォローありがとう、フォローありがとうございます。そうだよ、鼻小さいけん花粉入ってこん、機能してないけん、ちっちゃすぎて。あー目痛い、一回外してこようかな、自動的に。え、自動的に入るってないと違うと。クリーンって花粉になる。え、でも目から入るかもよ花粉。ねえ、ちょっとさ、一瞬コンタクト一回外そうかな、めんどくさいか、一回外さんくて。日向の人さんフォローありがとうございます。明日おでんで食べないで。え、嬉しい、戻るの楽しみ、戻るの楽しみ。憂鬱になりそうな旅の最後、帰り楽しみになった。こんばんは、かきくけこさんこんばんは。今日さ、あの、あ、ライチさんもありがとう、マシュマロ、マシュマロホイップありがとうございます。今日はね、旅行中であんま大きな声出せないんですよ。こんばんは、マニーさん。そう、あのプレゼントとお手紙の受け取り、新しく受け取れる場所ができたので、何かありましたらお待ちしてます。なんかプロフィールみたいなとこ、私のショールームのプロフィールみたいなとこに書いてます、住所。あ、仕事中なの、頑張れー。マニーさんありがとう、パパありがとうございます。ヒョロしてくださいよ、ヒョロして。うん、目が乾燥しちゃう。今日からイベントで、イベント、あ、今日からじゃない、一昨日からで、日曜日までだから、帰ってから、旅行終わったらちょっと全力で頑張らんと。それじゃなかった、え、知らなかったの知らなかったの。はるまさんもこんにちは。あ、お仕事終わったって、おっつー、もう少し仕事だって、頑張って。くぼくんもかわいいもん、ありがとうございます。わさんぽぽありがとう、ナイスぽぽです、ありがとうございます。ハートぽぽ。暗い、結構光、なんかもうちょっと光明るくなってほしいよね。こんばんは、確かに純異国地結構派手めよね。でもなんかよくわからんちゅうね、このこのこれよくわからん表示の仕方。リンカミオさんありがとう、ポポありがとうございます。ディオス、ディオス、ディオストラス、ディオスト、ディオス、ディオストラさんもこんにちは。情報に疎いのいつのことで、え、何情報そんな、そんな言わんでいいやんか。そんな大丈夫じゃん。こんばんは、カフェ、カフェさん。あ、エビサマさん、レベおめ。レベおめ。マシュマロありがとう、エビサマさん。大きな声出しちゃった、また。仕事休憩中？おっつー。まだ今からお仕事あるんですか？滑ったんで、ふて寝します。え？ふてったん？こんばんは、キャマキャマさん。こんばんは。
文化の融合。こんばんは、こんばんは。そう、久しぶりです。こんにちは。目が痛い。一回コンタクト外してきていい？ちょっと待ってて。なんかちょっと待ってて、ね、ちょっと待ってていいよ。ちょっとこれ配信中に外行っちゃいけないんだよ、あんまり。声だけで話すけん、ちょっと待ってて。でもラジオ配信カーだからね。あれ？コンタクトの レンズがないよ。あとたてた。これだけラジオ配信カーだから許されないから。ちょっと待って。まずは手を洗うの。やばいよ、やばいよ。ティッシュ、ティッシュ。すいません、配信中に。え、まさか私コンタクト裏返しで付き取ったとかいう感じ？そんなことないよね。そんな、そりゃ痛いわ。そりゃ痛いわ。以上。ただいま。お？ただいま。ただいま。ただいま。右目。右目。右。ん？ほら、右目。お、治ったの、治った。お、すっきりしました。いい感じ。いい感じでございます。あ、ヒートテック。わ、久しぶりに見たらまた可愛くなってるなっていうコメントが来たので、テンション上がりました。目大きくなった？え、コンタクト付け替えたら？そんな嬉しい。ウィンク、ウィンク。こんばんは。こんばんはでございます。こんばんはでございます。今日も可愛いね、おみちゃん。ありがとう、インテリアクザさん。博士と奈々ちゃんさん、フォローありがとうございます。長崎県出身、23歳、尾上瑞希です。特技はリフティングとフラッシュ暗算とフットサルとドーナツの食べ比べです。嘘です。ドーナツは何食べても美味しいとしか思わない。わかりません、どれがどれとか。でもね、今日もね、ドーナツ1個買ってきたんだ。生ドーナツって書いてたけん絶対美味しいはず。タンベマーさん、こんにちは。タンベマーボーさん、こんにちは。尾上です。すごいとこしか私コメント拾えない。今日はね、あの京都の駅で美味しいドーナツ屋さんがあったから、そのお、あ、美味しい、美味しそうなドーナツ。そうだよ、お、なんかドーナツの生ドーナツってもう流行ってるのよ、最近。撮っても。そう、それで生ドーナツあったから買ってきました。まだ食べてないけん。ドーナツいつ、え、全然飽きんね。ずっと買い続けて食べ続けてる。あ、長崎なの？カフェさん、今日一緒に来たお友達も長崎の子。美味しいよ、生ドーナツ。今食べる？ダメだよ、だって配信終わったら、あの、何だっけ、温泉行って温泉のご飯食べる。
知ってたよ、長崎部屋抜けちゃったの。え、抜けとるわけないやん。もうバッチバチの長崎弁で喋るばい。バッチバチの長崎弁で喋るっちゃけど、キャベツも元気だよ。キャベツ多分元気いいでしょう。今日の夜ご飯はね、天ぷらとお刺身なんだ。そうだって、もう駅に行かんかもしれんと思って、先にドーナツ。しかもね、なんかもう数少なくて、あんまな数もなかったから、え、タイつけるよ、もうやぜかも言うし、するタイとか、お腹空いとるタイって言う。和食がいい、和食だよ今日は。だってもう昼はさ、たこ焼きとお好み焼きと粉物いっぱい食べたけん。え、大人気やった今日のドーナツ多分。あ、アニさんこんにちは。そうだよ、そういけん、もういっぱいいっぱい食べてきた粉物を。粉もんいっぱい食べました。ドーナツは夜食べとかな、食べよっかなって思ってるところ。楽しい、めっちゃ旅行。私ね、あんまりね、家族旅行とかも行ったことなくて、今日日本対タイタイってそうだよ、言うよ、言わんか。アニさんポポありがとうございます。ナイスポポー、ナイスポポー、ナイスポポー、ナイスポポー。タルーさんもこんにちは。そうで、今日は今何時ですか。私配信1時間ぐらいしたらちょっとお風呂に入って温泉に行こうかなと思ってる。で、帰ってきてからもうすっぴんだろうから、ちょっとラジオ配信できたらいいなと思ってます。なんかイベント中は1日2時間までの配信で決まってるらしいけん、ちょっとギリギリできるだけいっぱい配信したいなと思ってるんで、ラジオもできたらなと思ってます。どがん言わしょっとねーって、もうパンパンさいい。いいパンパンやしさ、せっかくダイエットして4キロ痩せたんですよ最近私。なんだけど、もう大阪来て1キロ太った気分。りーちゃんタイム切れ、そうよ。でもりーちゃんね、なんかイヤホンつけてニヤニヤしながら韓国ドラマ見てるから、私が配信何時間しても気づかなそう。ムムさんフォローありがとう。尾上瑞希って言います。23歳です。特技はリフティングとフラッシュ暗算です。よろしくお願いします。まさきさんもパパありがとう、ありがとうございます。あ、そうだよ、夜って言ってももう11時とかになると思うけん、ゆっくり皆さん。だけど今からお風呂入って、お風呂ね、本当に一緒に来たお友達大好きなの、お風呂が2人。うわ、アリさんありがとう、かわいい、ありがとうございます。アリさん2です。痩せたとよ、痩せた、ありがとう、かわいい、かわいい、いただいちゃった。そうなんです、そうなんですよ、痩せたのにまた1キロ太ったよねきっと。あ、そう、温泉が好きで、お友達ね、よく行ってるの2人で、福の湯に、長崎で。もうハターさんこんにちは、フォローありがとうございます。尾上瑞希です、よろしくお願いします。初訪問の方結構多い、初訪問の皆様こんにちは。尾上瑞希って言います、23歳です。今はアシスタントリポーターのイベントにチャレンジしてます。よかったら応援よろしくお願いします。ショールームは3年ぐらい前にやってたんですけど、また3年ぶりに戻ってきて、先月から再開しましたので、どうぞよろしくお願いします。そう、髪が伸びたのよ、めちゃくちゃ。でも切りたくて切ろうかなと思ってるんだけど、賛成の方、反対の方、どっちが多いですか。伸ばせ伸ばせって
コメントください。伸ばしてほしい人、それとも長すぎやろもう切った方がいいわっていう人は、切れってコメントしてください。服の湯懐かしかろう、服の湯大好き、お腹まで、まあそんなのいいよ、胸ぐらい、ちょうど胸ぐらい。あ、ノーバーセー来た、あ、ノーバーセー来た、嬉しい自分で伸ばせって言ってで、ね、嬉しい、コメントありがとうございます。ノーバーセーって言ってくれた人いる、綺麗の人もいる、そのまんまの人もいる、嬉しい。サボさんフォローありがとう。ちぎれは言ってないよ、ちぎれはないでしょ。でももうほらみたらし団子つけられたけん、ちぎるっていう、今ちぎりたい、ちぎるっていう選択肢もないことはない。ここをさちょっと切ったらさどうかしら、きれハートまでついとるやん、嬉しい。私の適当な私の発言にちゃんとコメントしてくれて嬉しい。パンチパンチパンチって何、食べろって何いや洗いたいとよ、洗いたいけどさ、もう、あ、美容室行ったの、いいな、頻繁に行ってるじゃん大輔さん。聞いて、何聞いて、カメラでやる気、そう私アレンジがなかなかできなくて、普段からもうずっとこんな感じじゃん、だいたい同じ髪型、ストレートで巻くのとか苦手だから。そうだからこそね、それとは日向の人さん、ありがとうございます、ナイスポポ、ナイスポポ、フォローありがとうございます。皆さん23歳、尾上瑞希です。何、ありがとう日向の人さん、ポポいっぱいくれた、嬉しい、ナイスポモです、ありがとうございます。よし、これで1位になれそうですね、イベントありがとうございます。あ、これ押したらで、あーすっごい、なにこれ、今見つけたわ、こんな感じなの、え、すごいね、ショールームのイベントすごいですね、すごっ、今見つけた、こんな感じなんだ、すごい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 、ねえありがとうございます、日向の人さんいっぱい、あ、タンベマー坊さんもありがとう、ありがとうございます。1ヶ月半、いいじゃん、いっぱいいけて、不自由シンキング以前問題です。今郵便料金は一番安くていくらでしょう、郵便料金って何度数、ちょっと京都におるけんさ、失礼、何ですか郵便料金って、何、郵便料金は切手の話ふふとは切手の話じゃなくて、郵便料金一番安くて80円、80円ぐらいじゃない、250円、なんやろ。日向の人さんいっぱいありがとうございます。イベントが目の近いのかとね、なんかすごいすごい、やばい、落としそう、これね、今ね、あの携帯もこのなんか端っこにね、端っこのこのここの上にあのティッシュケースを置いて、その上に置いとるけんめっちゃ不安定、突然携帯ガタガタと落ちたらすんません。西洋館閉まった場合、去年やったかな、西洋館ね、閉店したよね、ちょっと寂しいですよね、私もよく西洋館で遊んでたからちょっと寂しい。あ、日向さんありがとうございます。ポポも電波悪い、降りようかな、いや降りんでいいって、おいでやす、今日ね、あのね、あ、やすさんフォローありがとうございます、おいでやす、やすさんこんにちは、今京都にいて浮かれてます
そうギリギリでね置いとるけんね、本当私が大きな声出したら落ちるかもしれない、そんなレベルの不安定。ゆきさんもホラーありがとうございます。長崎か、うわいいな。あなんかね京都にね日本橋っていうところがあったよ。日本橋ってさ東京にもあるよね。ねなんかさ東京みたいなさ、東京みたいな地名がさ京都にちょいちょいあるんやけど、なんで八つ橋明日食べる、絶対食べる、明日絶対八つ橋食べるけん、もうみんなごめんばってん、ごめんばってん、みんな平日やけんお仕事の方多いと思うっちゃけど、みんながお仕事頑張りよらいの私っても本当に楽しんできますめっちゃ煽ってるやんめっちゃ煽ってるやん、もうごめん、私はもう明日めっちゃ楽しむっちゃけん、明日日曜、あ明日土曜、明日何曜、明日何曜ですか、明日も平日だよね、まだもう私は明日八つ橋を食べて、あの和菓子も食べて、美味しいものいっぱい食べるから、今日もいっぱい食べたくせに、もう美味しかった、今日いっぱい、今日はねたこ焼き食べたんだよね、グリコも見たもん、グリコ眺めてた。大阪のさ人はさ結構あれですね、声が大きい気がする、なんかね声が大きくて、うん、いい感じ。今日も可愛いね。大阪にも日本橋あるの？あ大阪にもある、あれ大阪だっけ、京都じゃなくて日本橋ってとこがあったのよね。何味かな、何味やろ、なんかシナモンみたいな八つ橋のやつ、あほうじ茶、私ほうじ茶っていう味が分からんのよね、ほうじ茶の味が。そう今日サイドにまとめてるんです、みたらし団子付きだから。なんかさ大阪でさ食べ歩きしよったらみたらし団子頭につけられてね、今こういう状況になっております本当に泣きたい気分だよ、本当に泣きたいんだよ、こっちはふくらずき完成やん。いやちょっと頑張ってねキープしたいところだっけ。めっちゃ今日歩いたんよ、ナンバ、そうナンバ行った、新世界、あ行った行った行った、通天閣を見た、通天閣、うわーありがとう大輔さん、かわいい、かわいいいただきました、ありがとうございます、嬉しい嬉しい、かわいいかわいい、イエーイ、かわいい、ありがとうございます大輔さん、悲しいよ本当に、悲しすぎる。ふーらこさんもフォローありがとうございます。2000年5月22日生まれの23歳尾上瑞希です。特技はサッカーです、よろしくお願いします。趣味は J リーグ観戦です。あこんばんは、いきよさんこんばんは、今は京都に来ております。劇場には行っとらんよ、大阪は日本橋って呼ぶけ、あそうなんだ、日本橋じゃないんだ。あ日向さんいっぱいハートありがとうございます。カズさんもこんばんは、アキヒンさんもこんにちは、カズさんもフォローありがとうございます。ポポありがとう、ニャサイジーさんナイス、ポポポポポポ開館できますって、えあ例の閉まっちゃうお店、いつ閉まるん。ミオさんこんにちは、フォローありがとうございます。サクちゃん推しですさんもフォローありがとうございます。23歳、尾上瑞希です。今アシスタントリポーターのイベントに参加中です。よかったら応援よろしくお願いします。双子だよ、双子よく覚えとるね。そう双子ちゃんですよ。心斎橋も行った、通っただけ、なんか何したわけでもないけど行ったは行ったばい。スカイラブハリケーンシャージが向かう懐かしい、懐かしか、そうだよ、もう
2年とか前の話ですね。ショールームしてたの。3月末までか、もうすぐや、あっという間やそれ。あ、カフェさんもフォローありがとうございます。はじめまして、コモさん。コモさん、はじめまして、尾上瑞希です。23歳です。MC、そう、見取り図さんのイベントに参加中です。はい、双子です。双子なんですけど、男の子なんで、そう。配信とかには出てきたことないよ。女の子やったらね、なんか配信登場したりとかさ、できたのかもしれんけど。ヨウさん？ハルさん？ヨウさん？ヨウさん？ポポありがとうございます。嬉しい。たくさんのポポありがとうございます。ポポ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 ポありがとう。ナイスポポです。グリコサイン、なんかね、したけど、なんかね、上手に取れなくてさ、人が多くて。最近、鈴木さんとは会ってないな、あんまり。会ってないよ。あ、嬉しい。ツイッターフォローしてた。イケメンの意見気になって。嬉しいです。23歳です。ちょっと、そんな聞いてないか。23歳なんて。尾上瑞希です。サッカーが得意です。ショールームはですね、2年ぶり、3年ぶりとかに復帰しました。ので、これからショールームで配信していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。どこがどこがどこ、そうなのかな、大丈夫なのかね。まあでもね、女の子やったらさ、なんかあれやけど、出やすいやろうけどさ、もうほんとなんか性格も真反対の男女なんで、なかなかね、声も多分聞いたことないよね、きっと。みんな喋ってるとか、配信登場したことあるっけな。ひてなまさん、こんにちは。あ、フォローもありがとう。ゆはんさんもフォローありがとうございます。ひなたさん、ありがとう。マシュマロ、うれちー。あ、にゃんさいじんさんもありがとうございます。なんそれ、仮病でばっくれたから。仮病って言わんで、肋骨折れたっちゃけん。あれ、あれ、そうだよね、肋骨折れたやつだよね、確かね。もうかわいそう。あ、でもさ、治ったね、いつの日からか。私さ、去年の12月、クリスマスちょっと前ぐらいに突然ね、喘息になったの。それで咳しすぎて、あばら骨が折れたの。えぐすぎる。えぐすぎるよ。みんな折れたことあります？咳のしすぎで、あばら骨を折ったの、去年。私、去年1年間、結構、健康に恵まれなかった気がする。で、まあ、今年始まってすぐコロナになったんだけど、去年は12月末に、そう、熱、風邪からの咳喘息。そう、喘息になって、2週間よ、私2週間もあばらを折ったりとか、咳で寝れなかったりとか、結構もうぐったりしてた2週間で。私ね、5年間熱を出したことないっていう謎の自慢話があって、5年間熱を出したことがなくて、今まで、去年まで。そう、っていうのも配信とかでもしょっちゅう自慢してたんだけど、突然よ、去年の6月に箱根旅行にお父さんと行ってたの、2人で。箱根でも39度ぐらいの熱、もう結構高熱を出して、で私8月も持病の治療が治療治療まあいいや、持病の入院してたんですよ、ちょっとだけね。入院中も熱出てたから、去年めっちゃ熱出して、3回ぐらい
体調不良だった。5年間一度も熱も風邪もひかなかったのに、去年1年間で3回体調を崩しました。それで今年入ってコロナだから、まあ、今年度って言ったら4回ですかね。そう、かわいい、ありがとう、すみさん。すごい偶然？そうだよ、ほんと偶然よ。配信も久々やし。うわ、ジホさんありがとう、ボボー、ありがとうございます。この前偶然見つけて、え、嬉しい嬉しい、もう、うん、嬉しいです。どんどん皆さん偶然に見つけてください、私のこと。ジホさんありがとう、ボボたくさん嬉しい、ありがとうございます。そうだよね、リクロおじさん、何それ、リクロおじさんね。ダンベマーボーさんもかわいい、ありがとうございます。そうだよ、あ、ヤスプッチンさんコロありがとう。ボルチ、そう、3回ひび、そう、ひび、そう、ひびかな、ついてないよね。肋骨ポキニーズ、はやってないやろ、そんなしてない、してない、もう普通に治った、いつの日か。でも結構コロナになった時も痛かったもん、1ヶ月後ぐらいまで。痛くはないんだけどね、違和感ずっとあったね。コトロさんフォローありがとうございます。マディさんもフォローありがとうございます。あ、です、そう、見ました見ました、ツイッター、宇野ちゃん、宇野ちゃん結婚したって、おめでとうございます。最近ハッピーなニュース多いですね。なんかあの結婚ニュースみたいなのすごい多い。私のお友達とかも結構結婚してる、そういう時期なんかな、そういう時期ですか。そういえばね、うちのお父さんとお母さんも3月が結婚記念日。3月とかって結婚しやすいのかな、関係ないのかな。結婚記念日、結婚記念日って、そうだ、3月20日がおうちんとおかんの結婚記念日だから、入籍した日が3月20日かな、多分。救急車やばいよ。でもけど結構ね、寝れなくて、その咳喘息の時は、喘息きつかったな、ストレスだった、すごい。でも声も出らんしね。あやさんはじめまして、こんにちは、尾上瑞希です。お年を召し、え、なんそれ、お年召しとらんし、まだ23やし。長崎弁も懐かしか、え、懐かしか。長崎弁、私東京2年住んでるんですけど、もう全然抜けないですよ。長崎の友達としか話さないし、東京にお友達がいなすぎて、もう長崎弁しか喋れない、長崎弁しか喋れない体になりました。こんにちは、ラムさん。いや、息するだけで、呼吸するだけで痛かったよ。結構やばくない？入団して、入団って何？ほら、ありがとう、ラムさん。で、今何時間私は配信してる？何分配信してる？あ、フォローありがとう、どんとこいさん、フォローありがとうございます。あいたしさん、こんばんは。お、ジンギスカン太郎さんもフォローありがとうございます。そうだよ、5月と3、3月と5月とお父さんとお母さん6月どっちも誕生日やけん、3、5、6やね。ジンギスカンさんコメントありがとう。いとしさんもコメントありがとうございます。トルさんもありがとうございます。こんばんは、やすひろさん。初見さん多いですね、嬉しい。初見の皆様こんにちは、長崎県出身23歳、尾上瑞希です。今アシスタントリポーターのイベントに参加してます。よかったら応援よろしくお願いします。ショールームはですね、3年前ぐらいにやってたんですけど、先月から、また戻ってきたので、また一から、なんで初心者かどうかは微妙なんですけど、フォローぜひよろしくお願いします。3月末までに1000人いけたらいいかなっていう目標を立ててますので、よかったらフォローよろしくお願いします。50分か、じゃああと10分ぐらいしたら私はお風呂に行きたいと思います。レズさん、フォローありがとうございます。ツイッターで見てください。
なんか言い方してみたかった。そうね、ツイッター上げとったわ、水辺とか。最近長崎の写真載せてないじゃん。ちょっと載せたいけどなんかないな最近。あるかな、なんかこの時間だから。そうかな、この時間結構見てくれる人多い、嬉しい。初見じゃない、はじめまして。ナオピーさんこんにちは、尾上みずきです。いどしさんもマシュマロありがとうございます。リズさんもこんにちは。配信なんか何時からとか何時ぐらい、大体何時とかね、あんまなくて結構バラバラなんですけど、うーん、多いのは9時から12時の間ぐらいが多いかな。10時、11時、12時ぐらいが多いかな。お久しぶりですって、こんにちは、嬉しい。何年ぶりとかですか、お久しぶりって。嬉しいよ。みたらし、あら、そう、みたらしを洗わせてほしい、本当に。長崎のねお写真なんかあるかな、水辺の写真あるかな。100キロ完了ありがとうございます。実家の浦上天使のやめてよ、私浦上天使の住んでないし。ドドンパ営業終了。なんドドンパって、ドドンパってこと？ドドンパ好きだよ。のぴさんかわいい、ありがとうございます。みたらしついてるよここに。私のことはみたらしみずきって呼んでください。みみずきって呼んでいいよ、もう。みたらしみずき、みみずき、あ、そう、尾上みずきでおみずきって呼ばれてます。よかったらおみずきって呼んでください、初見の皆さん。おみずきです、長崎駅です。なぜかというと長崎駅の住所の名前、住所は尾上町っていう、尾上町、尾上町っていうところだから、ほぼ私んちです、あれ。済ませてきて、ご飯とジム。身長ね62センチです。62センチで体重は44キロです。足は 23.5 です。です。50メートル走は8秒ぐらいじゃないですか今8秒ぐらいなんじゃないかな。そう、意外とある、なんかね。そうね、確かになんか顔とかで見たらい、あのすごいちっちゃそうに見えるって、これ動画だからかな、顔がちっちゃそうに見られるんですけど、意外と身長はちゃんとあるよ。あのね、配信自体は2年ぶり、ショールームに帰ってきたのは 2年半ぶりぐらい。実際62、そうね、そんな大きくもないしちっちゃくもないって感じ。平均が多分58ぐらいやけん、日本の平均が、平均か、平均よりちょっと大きいぐらいだけ、普通っちゃ普通ですよ。そうけど、あのなんでか分からんけどちっちゃく見られがち、ちっちゃく見られがちよ。そう、意外と身長あるやねってよく言われるね。化粧で飛んでいっちゃいそうです。そう、キツガって言われてるけど。シーサーベントさん、マシュマロありがとう。細い、そう、普通ちょうどいいのって。私もね62で、そうちょうどいいかな。一緒に来てるあのリリちゃんっていう、今日旅行に来てるんだけど、旅行に来てるリリちゃんは68あるから、私と比べるとだいぶ身長高く見えるよ。6センチ高いけん。赤月さん、ほらありがとうございます。 KT さん、ポポありがとう。ナイスポポです。アイドル枠、そう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 、アイドル、アイドル、元アイドルだからりーちゃん大きいんだよ、68ある身長。いやでも私去年ステディん、去年、一昨年かな、
ステディっていう雑誌のモデルさんをさせてもらってたり、あと JJ モデルのファイナリストまで行かせてもらって、そういろいろモデルさんと会う機会はあったけどさ、やっぱ私ってちっちゃいんだなと思いました。そうやっぱモデルの雑誌のお仕事行くとみんなすごい身長高い、身長高いし、多分 JJ のイベントを応援してくださってた方は、うん、多分おみちゃんちっちゃって思ったと思う、見てて。私ちっちゃいなと思いました。62でみんな70平気でありました。そうだからちょいちょいなんかそういうとこ行くとちっちゃいんだって思う時もありますね。2メートルって、2メートルある人っているの？いるか、バスケ選手とかバレー選手とか。そうだよ、170超えてる方ってほんと羨ましい。モンタさんフォローありがとうございます。せいやさんもフォローありがとうございます。尾上みずきです、よろしくお願いします。そうだよ、だけんさ、でもさ、身長高い人は高いなりに嫌みたいなこと言う人も多くない？リリちゃんとかすごいいつも言ってる、身長高いの嫌だって。私は身長高いの羨ましいなって思うけんかさ、ないものでだりですね。そう、私結構ハイヒールとか厚底とか結構履きがちやけんか。はじめまして、そう長崎県代表やってました、尾上瑞希です。そう求められてたら嬉しいけどな。そうやけ、厚底をいっぱい履いてるから思ったより62よりあるかな、きっと普段は。70はない、68ぐらいはありそう。何それ。何倍よっとね、みんな。はじめまして、たいちゃんこんにちは、尾上みずきです。では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 、そろそろ配信も終了したいと思います。あー、みんな初訪問の方が来てくれよる、いっぱい嬉しい、ありがとうございます。モンキーダックさんフォローありがとう、ありがとうございます。ねえフォロー、いや嬉しいな。セナさんもフォローありがとうございます。もう終わろうかな、ちょっと温泉に行かんと、リリちゃんも待ってるし。今来て嘘ばっかし、さっきからおったやんか。ラッキーさんほらありがとう、ラッキー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 。あのね、私ね、あの小学生の時にねカブトムシ飼っとって、ラッキーっていう名前やった、可愛かったよラッキー。サトシさんもほらありがとう、あ確かに170ぐらいあったかも。お疲れ様です皆さん、あの夕方からでしたけど見てくださってありがとうございました。ではランキングを読みたいと思います。第13位、お邪魔しました、ありがとうございます。第12位マーニーさん、ありがとうございます。第11位バラ86さん、ありがとうございます。第10位カルカンさん、ありがとうございます。第9位エビサマさん、ありがとうございます。第8位コイチさん、ありがとうございます。第7位ブリントさん、ありがとうございます。第6位ワーさん、ありがとうございます。第5位ヨさん、ありがとうございます。第4位ゼファさん、ありがとうございます。第3位日向の人さん、ありがとうございます。第2位アリさん、ありがとうございます。そして第1位は大輔さん、ありがとうございます。ありがとう大輔さん。え、タクシーって何？ミスタータクシー、タクシー、タクシーってこと？あ、嬉しい、久しぶりの水木だ、嬉しい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 。また見に来てください、フォローよろしくお願いしますよ。配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。見たことがある人だ、うわ、水木です。
尾上瑞希です。お久しぶりですか？お久しぶりですあ、リアルさんこんにちは、フォローありがとうございます。そうだよ、ではでは、配信まさきさんもフォローありがとう。いっぱいフォローしてくれて嬉しいです。ラッキータクシータイム、なんでそういうラッキータクシーって、なんか聞いたことあるぞ。ラッキータクシー、タクシー使わんけん分からんよ。 R433 もフォローありがとうございます。ではちょっとさ、あの配信一旦おしまいやけど、帰ってきてもしかしたらできんっていうこともあるかもしれんけど、ラジオ配信ちょっとでもできたらなっては思ってるから、もしかしたら配信も一回するかもしれない。ちょっとイベントも頑張りたいところなので、ではでは皆さん、本日もありがとうございました。温泉に行ってまいります。ご飯も食べてきます。バイバーイ、ありがとうございます。今何時なんやろ、全然何時かわからんけど、ではでは失礼します。バイバイ、ありがとうございます。